今回のビジネスフラッシュは、企業経営者の問題解決や人材育成を行っている未来コンサルティング株式会社を紹介。代表の久保光雄が語る人材育成の極意とは。言われた通りやるやつはうちにとっていらないですから。さらに北海道銀行と共催で行っている北海道未来経営アカデミーのセミナーの模様を菅原絵里が現地レポート。果たしてその内容とは。誰が言ってるんだ、お前絶対笑ってねえだろ。皆さんいるでしょ。お見逃しなく。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気です。さてミシェルさん、はい、ミシェルさんはここで、はい、プロサッカー選手だったじゃないですか、はいはいはい、現役時代プロとして意識してたことって何ですか。ああ、やっぱり自分の成長だよね。自分の持ってるものをチームにどうやって還元できるかっていうところだから、そこの個の強さだったりするよね、うん、なんでいきなりのっけからそういう、はい、考え方、考え方ですか。そうですね。ちなみに綾乃ちゃんはプロ意識、女優としてどういったことを意識してますか。来ましたよ、これですね。はい、いや、まあ、普通に何でしょう、あの訓練を怠らないこと。訓練、訓練、トレーニングをね、トレーニングをあの現状に甘んじることなく続けていくこと、あとたまには真面目に言ってみました。すごく照れるよな、生きづらいだもんな。ということで今回ご紹介するのは、はい、育成やセミナーなどを通じお客様の真の成長をお手伝いするこちらの企業様を30分通してご紹介します。問題の解決、それは小学校時代のテストに始まり、社会人になっても会社の経営や人間関係、クライアントとの関係など多岐にわたる。一つの解決方法では誰かに迷惑をかけたり、新たな問題が浮上したりと、経験がないとなかなかうまく進まないのが現実だ。そんな中、企業経営や人材育成など問題解決のプロフェッショナルとして日本全国、さらに海外企業の成長をサポートする男たちがここにいる。未来コンサルティング株式会社代表取締役グループ代表久保光雄、取締役上席執行役員東正成。未来コンサルティング株式会社は企業経営や人材育成など顧客が抱えるさまざまな問題を洗い出し、所属するあらゆる分野のスペシャリストたちが問題解決へ最適な方法を提案している。今回はそのプロフェッショナル集団を取りまとめている久保光雄、東正成に話を聞いた。早速なんですけれども、はい、うん、中堅中小企業のコンサルティング、うん、こちらに取り組むきっかけって何だったんですか。私はもともとはあの監査法人にいまして、はい、お客様の監査を中心にやってたんですけど、監査の仕事っていうのは簡単で、問題を指摘すればいいんですよ。ほう、問題を指摘するのは楽なんだけど、私がやりたかったのは問題の解決だったんですよ、うん、だから問題の解決をやりたいからコンサルティングに入りました。はい、あ、そうか、どこが、はい、どこが悪いのかということ、はい、原因はそこにあるからっていうところだけで収めるんじゃなくて、それをどういうふうに解決するかっていう。そうですね、うん、あ、なるほどね、うん、それ大体人間の欲ってそうなってくるもんですかね。そうなんですよ。もうつまんないんですよ、指摘するだけだと。サッカーだってあるじゃないですか。そうですよね、今フィッティラメーター分析するのはそうですけど、それどういうふうに改善させるかっていう、そっちの方が面白いんですよ。あ、なるほど。企業の問題を指摘するだけの立場に物足りなさを感じた代表の久保。現在問題の発見から解決まで幅広く行っているが、未来コンサルティングの特徴について聞いてみると、うちの特徴は今その公認会計士だけじゃなくて、税理士、社会保険労務士、
それで国際をやっている専門家、それに M&A のアドバイザーがいるんですよね。で専門家集団なんですよ、うん、専門家集団なんで、我々がこれをやるにはこの専門家集団をいかに束ねるかっていうのが一番問題になってまして、一人一人専門家っていうのは一匹狼が多いですから、一匹狼を一匹狼にしないでお客様にとって最適なサービスを提供する仕事が一番我々の特徴ですかね。でその中で私たちが言うのはチームコンサルティングっていうんですよ。だからサッカーもそうですけど、一人で動いちゃダメで、点を取るためにお客様を満足させるために全員でどうやって満足させるか、これに一点に絞る、これ我々チームコンサルティングって言うんですよ。プロフェッショナルだから、はい、代表チームみたいなもんだね、うん、一人一人よ、それをどうやって代表チームがまとめるかって監督がね、はい、そこの難しさありますよね。力持ってるがゆえに難しいのよ、うん、そうなんです。子が個性が強いから強いから、そうなんですよ、いろんなコンサル会社あるんですけど、うん、本当にそれに徹してる会社で割と少なくて、うん、連合体なんですね、この集まりなんですよ、うん、この集まりを我々はやっぱこの集まりだとぶつかっちゃうんですよ、うん、そうですよね。だから勝つためにどうすればいいかを考えていく、それが我々はもうゴールは決まってるわけですから、点を取ることですから、うん、そのためにやる役割を決めていくと、これが我々のチームコンサルティングって言ってるんです。どうやってそのチームにスカウトされようかなって今考えてる、はい、どうやってスカウトしてもらうかなっていうね何を見せればいいんだみたいな協調性とかね、はい、やっぱりいろいろあるんですよ。各分野のスペシャリストを集めて行うチームコンサルティング、気になるその運用方法とは。企業の経営課題っていうのはいろんな経営課題がこう複数に絡み合ってますので、複数の専門家をですね、が必要になるケースが多いんですね。でさっき久保の方からたくさん専門家がいるっていうふうに言いましたけれども、はい、専門家っていうのは自分の専門分野っていうのをすごくものすごく深く、はい、そこをすごくこう深く深く見る傾向がありましてですね、経営課題の解決にはですね、その全体の関係性っていうのが必要で、そこが見えてないところがあるんですね。でそれを、プロジェクトメンバーの中で取りまとめまして、で、その専門分野間のバランスを取ることによってですね、部分最適ではなくて、全体最適なコンサルティングに導いていってるというような形になります。はい、全体それなんだよ、難しいところは、まあ我々職人的にずっと走るからね、はい、みんな、はい、周りが見えなくなるっていうのはね、はい、プロフェッショナル、強い子が多いことは長所でもあるが、企業やプロスポーツチームでもそのまとまり連携を作ることは困難を極めている。そんな中、久保自身が行っているマネージメント方法とは。束ねようと思ったら、はい、無理なんですよ、うん、だから私たちいつも言うのは、同じ職業観を持ってる人を集めること、うん、これをやらない限りは無理かなと思ってまして、うん、だから私は基本的に放し飼いだって言ってんですけど、放し飼い、ある程度自由にやらせないと、またいいのが個性が潰しちゃうんですよ。だからある程度自由にやらしながら、ただ志はあるいは職業観は一緒だと、仕事観一緒だと、こういう人を集めると、これじゃないと多分長続きしないなと思ってます。それ全くチームと一緒だから今ドキドキする。俺は講演内容と一緒だんだよね。かといって子が立たないとダメですよ、ね、そうなんですよ。それが企業が欲しいわけ、その一人一人のストロングポイントが欲しいわけよ、はい、だけどもそれをやらせすぎちゃうとバラッバラになるから、そうなんですよ。一つのその考え方をこれやりなさいっていう考え方じゃダメなんですよ。ある程度自由にやってもらって、そこの中でただ結果だけは一緒にしようと、目標だけは一緒にしようと、であと仕事観とか、それから人生観とか、やっぱり会う人が結果として残っていくんですよね。だから押し付けも難しいし、であんまり自由にやらしてるとダメで、時々は戻ってこいよと言わないといけないし、で放し飼い状態ですけど、でも自分たちで飯探すんだよとこう言い続けないと、そういうのがうちですね。でもそれで効率がやっぱ上がってきますか。上がってきますね。その方が、はい、一ところに閉じ込めるよりは。そうですね。である程度自由にやらせておかないとダメです。
で努力しませんからね、言われた通りやるやつはうちにとっていらないですから、やっぱ自分で働いて自分で稼いでこいという形でやらないと、もう子供じゃないから、もう結果はね、ともかくもう結論っていうのが、解決の道っていうのは一つじゃないじゃないですか、はい、人によって違うから、それはある程度僕が教えるんじゃなくて、自分で考えなさいと、という言い方をしてますね。さらに未来コンサルティングでは、中小企業が数多く存在する地方の活性化にも力を入れているらしいが、地方の方が今ね、はい、なぜやってるかというと、はい、地方が苦しんでるんですよ。皆さん行けば分かりますけど、本当にね、ちっちゃな駅に行くと何にもない周りに、そうですね、で昔はここにいっぱい人がいたというところないじゃないですか。 あれを見ると耐えられないですよね、だから今僕が結構ホラ吹いてるんですけど、あっちこっちでもうこういう田舎から上場会社を作りたいなとかね、と各県から1社ずつ上場、年に2社ずつ上場すると100社近くなるわけですよ、そうすると地方が創生するんですよ。だからもう国から補助金をもらったとしても補助金なくなったら終わりなんですよ。だからそんなことよりはやっぱり強い国、ね、あの会社を作ろうと、地方から出そうとって上場させようというのが、あの僕はそう思ってましてね、だからそういうことを一緒にやりませんかというのを、いろんな地方銀行さんにお話をしたり金融機関さんにお話するんですよ。そうすると割と皆さん乗ってくるんですけど、ただそれを具体的にするのがちょっと今から やんなきゃいけないんですけど、だ結果はすぐっていうよりは先々の結果だからね、自分の世代より違う世代がその結果にこう乗っていけばいいっていう、そこに対していかに皆さん投資できるかっていうのが、そうなんですよね、それはもうプロフェッショナルの、これよ、はい、セミナーでみんな、はい、おそうかと、ここよ、企業様の人材育成にも力を入れてらっしゃる、そうですね、そういう意味で、あの特に地方に行くと本当に若い人たちが少なくなってるんですけど、それでもその若い人たちも、あの磨けば光るんですよ、はい、磨く その、そういうチャンスがないんですよね、だから私たちが行って東京でも一流の講師を連れて行っていろんな指導する、あるいは私たちが行って一緒に仕事をやる、そういうことによって彼らが勉強していくんですよ、そういう仕事をやりたいなと思ってまして、で今その後継者育成とか、今今度北海道銀行さんとやるんですけど、北海道未来経営アカデミーみたいなものを作って、今やってますけど、そういうことを大事かなと思ってます。我々の小さな時の若者とも現代の若者はちょっと性格的にもいろんなものが違う、もちろん世の中が違うんだから、進んでる面と進みすぎちゃってこっち忘れてる面とかって、人材育成は本当に大事ですよ ね、 そうですね、なんかポリシーがあったりしますか、こういう育て方だとか、こういうふうになってほしいだとか、こういう企業に、そうですね、当社はよく企業経営って人物金っていうことをよく言いますけれども、当社の久保はですね、もう人だと、いうことで、もう人が全てだということで、そういった人材育成 の、 セミナーとかですね、そういったビジネスに関しても、幅広く、普通だったら、経営者向けだとか、幹部層向けですとか、従業員さん向けとかっていうカテゴリー決めていろいろセミナーやると思うんですけども、そういうのをカテゴリー決めずにですね、もう人っていうところの、ポリシーにのっとって、もうまんべんなく偏ることなくですね、セミナーとか教育事業させていただいているというような形ですね、そんな未来コンサルティングさんのとっても気になるセミナーをですね、私取材に行ってきたので、CM の後ご覧ください。飛行機乗って、はい。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。未来コンサルティング株式会社では全国各地でテーマごとにスペシャリストを講師に招きセミナーを開催している。その種類は
経営者から若手社員に向けたものまで多岐にわたり、地方活性化の一つとして精力的に行っているのだ。そんな中、今回は北海道銀行と共催で行っている北海道未来経営アカデミーのセミナーの模様を実際にご覧いただこう。こちらですね、入ってみましょう。失礼します。セミナーがもう始まってます。皆さんディスカッションもしながら積極的に参加していらっしゃいます。さまざまな年代の参加者が揃うセミナー会場。果たして今回のセミナーのテーマとは。今日のセミナーのテーマは、たまたまなんですけれども、 OJT 職場での部下の指導ということについて津田先生にお話しいただくことになっています。今回行われたセミナーのテーマは OJT 職場の部下指導。講師を務めるのは株式会社キューブルーツ代表取締役津田拓也。ブックオフコーポレーション時代には年間 MVP を受賞するなど数多くの表彰を受けた、まさに部下指導のスペシャリスト。この日は現場で培った部下指導のノウハウを熱く語ってもらった。京和印刷株式会社の谷口と申します。はい、会社では総務部に所属しております。千歳の山さん藤谷という会社から来ました。東と申します。よろしくお願いします。あだ名は、アズマで、芸人のアズマックスから取って、ほうほう、マックス、マックス、はい、アズが消えちゃった、アズが消えちゃった、マックスです。はい、自己紹介が終わり、続いて津田が行ったのは参加者のチーム分け。津田が出題する問題に対しチーム内で話し合い、それぞれのチームで回答を出し合っていく。両チーム考えていただきたいんですけども、6年ほど前にブックオフがその日1日ほとんどのニュース番組や情報番組で、話題として取り上げられていたことがあるんですが、その日1日明るい話題、珍しい話題として、どんな話題でその日一日ブックオフはニュースや情報番組で取り上げられていたでしょうか。ちょっと両チーム話し合ってください。どうぞ。覚えてますか。今回それだけ注意して、成長していく重大なことなのかなとは思って、重大さが分かんないってことですね。さらに時には津田自らチームの輪に加わりアドバイスを送る。ただ話をするだけでなく、問いかけ、自分たちで考えさせて答えを導き出すのが津田のやり方のようだ。人間力にはいろいろあるんですが、一番大事だと言われているのは有言実行、つまり指導する上の立場に立つわけですね。大事なのは言っていることとやっていること、その人が言っていることと行動が一致しているということです。お前にだけは言われたくないって言ってることだと思ってもだけどってあるでしょ。あれね、人間ってね、正論だけで納得してるんじゃないですよ。誰が言ってるかが大事です。誰が言ってるかによって同じこと言っても説得力が増すわけです。でね、セクハラも一緒でしょ。ちょっと聞いてみましょうか。すいませんね、振って、はい、すっごい好きな人に最近綺麗になったねって言われたらどんな気持ちですか。嬉しいです、ね、嬉しいよね。ものすごい嫌な部長とかに最近綺麗になったねって言われたらどんな感じします。ほっといてくれよ、ね、ほらこれね、そういうもんで同じことを言ってもね、誰が言ったかなんですよ、これ。ということで OJT というのはやっぱり個別指導なんですよ。ただし基本的な人間の心理というのは必要ですよ。心理ですけど、しかも必要です、ベースが必要だけども、やっぱりそこが大事であるというのと、動機づけるというのはここの問題です。なのでまずは最初は多少時間がかかると思ってください。特に難儀してる相手はそれだけこれが強いのか。3時間に及んだセミナーも無事終了。参加者たちの感想は。内容が部下の指導ということで、私もそれなりの年齢になってきましたので、やはり若い人たちにいかに伝えるかということを学びたいと思いまして、とても参考になるいいセミナーだと思います。自分では気づかない点とかも結構あったので、すごくためになりました。最後に北海道未来経営アカデミーを主催する北海道銀行の営業推進部次長森英二にアカデミーを行うことに至った経緯を聞いた。中小企業の場合に人事部という
専門部署を作るのもなかなか難しいですし、中途入社というの人もたくさんいるので、いわばその人材育成プログラムというのがなかなか作りにくい。で、人材育成は大切だというふうに皆さんおっしゃりながらも、なかなか担当してくれる人がいないだとか、やり方がわからない、そういったような声が多く聞かれます。で、そのような中で今回北海道未来経営アカデミーということで、未来コンサルティングさんと、その子会社の道銀地域総合所と総合研究所と連携する形 でこのプログラムというのは月額定額制、何人でも何回でも受けてもいいですよというプログラムであって、かつ年間200本以上のコマが用意されているということで、非常に参加しやすい内容となっています。で、こういった取り組みをすることによって、地域の企業様のお役に立って地域の経済発展に寄与することができればなと、そういうふうな考えで今回始めました。やはり人材不足、人手不足というのはどこの企業さんも口を揃えておっしゃってます。はい、その人、組織に関する問題というのはどこの企業さんも多分ほぼ 100% の企業さんが重要な経営課題だというふうに捉えているのかなと思います。一方で質という問題もありまして、やはり人材強化、これはすごく大切な問題だなというふうに捉えています。一方で重要ではあるんですけれども、なかなか即効性のある解決策がないというのも人の問題ですので、そういったことに少しでも地域に根ざす銀行として取り組みたいなというふうに思っております。私もこのセミナーに参加してみて感想なんですが、講師の津田先生の実体験を踏まえたトーク、すごく引き込まれました。今日から私も変われる、そんな気持ちになりました。とっても面白かったです。やっぱりテキストを作ってやるより、やっぱりそのケーススタディみたいなのが一番いいのかなと。結論が出ないような、正解のない問題を提供していかないと、学校時代勉強したのは正解のある勉強じゃないですか、とかビジネスって正解ないじゃないですか、正解ないものを自分の頭で考える癖をつける。だから経営やってて、ね、答えって正解ってないんですよ。ただどれを選ぶかは最終的に自分の判断だから、正解のない問題を解かなきゃいけない、これがすごい大事で、その解く能力を一緒に考える力をつければいいのかなと思ってます。素晴らしいでしょう、世界の優秀な監督がこれ言います。サッカーのピッチの中で何にも正解なんかないって、誰がどこに出そうか自由だって、グラウンドの外に蹴ったボールだけ後で手で中に入れんだって言うんだけど、だけどもそのどっちの判断を、こういう判断だったらこうなるぞ、ああいう判断だったらこうなるぞっていうことを教えてくれるわけ、その監督は。でそこから自分が選ぶわけ、ああやっぱり監督が言うようにこっち選んだけどよかったなってなるんだけどね、なるんだけども、本当正解ないですよね、ないと思いますよ。未来コンサルティングは海外にも事業を展開している。その狙い、さらに海外で事業を行う難しさとは。今後のことを考えると、これ10年20年先考えると、国内だけで、止まっていてれば僕はいつも思うけど、やっぱガラパゴス事業になっちゃうんですね、コンサル。日本にしか通用しないコンサルティングっていらないと思ってまして、そうするとやっぱ海外でもできる、で海外の連中とも仲良くやっていける、海外の連中とも競争できる、それを今私たちが作らなきゃいけないのかなと思ってまして。言葉違うでしょ、風習違うでしょ、違うんですよ、物事の評価違うでしょ、そうなんですよ。もうみんな、逆に言うと代表選手もそうなんだけど、海外でプレーしてるやつらは煩わしい環境でばっかりやらなきゃいけない、それでも自分たちの会社っていうものを表現していかなきゃいけないわけよ。これなんですよね、大変ですよね。大変です。でもそれは始められて何年ぐらい経つんですか。もう10年近くなりますから、出かけてね。それでもう全然、それでもまだまだまだ失敗ばっかりしてますけど、まあこれが大事かなと思ってますけど。そうですか。やっぱり痛い思いしないとね、なかなか成長しませんから。やった人が語れるんだよ、これ。そうなんですよね。やらない人語れない。俺みたいにこうやって言ってても、実際に行ったら大変だぞっていう、ここだけじゃ語れない。行かなきゃダメなの。そうなんです。日本の学生も行かなきゃダメなの。行って分かることいっぱいあるんだよね。そうです。すごいですね。もう10年ですか。で成果がやっぱり出始めて。そうですね。やっぱりみんながそういう目で見るようになってきたのと、それからうちが国際関係に強いということで、お客様もこっちを見るようになってきましたよね。それが結果としてうちのブランドにつながってるかもしれませんけど。
うん、こう今の海外のお話にも通じてくるものかもしれないんですけど、うん、やっぱりご苦労されたこときっといっぱいあるだろうなって思うんですが、うん、そうですね、うん、やっぱりもうよく言われるダイバーシティとか多様性とか考え方の違いとか、うん、毎日ぶつかってますよね、うん、でも僕一番その多様性の問題で中国人韓国人、はい、ベトナム人こういろいろ、うん、いますよね。そこよりね彼らより難しいのは僕女房の方が難しいと思ってます奥様どうもありがとうございます通じ合っちゃいます。あの多様性に比べれば僕はねまだあの外国人の男どもはまだ分かる。本当ですか。女性の場合は見当つかないもん、はい、そうだから大したことないんじゃないかなと思って感情も入るし、ストレートになりすぎるしね、はい、うん、こことのね、あの神さんとの間とかこことの間、そうでしょ、あれ、はい、なんだよみたいな、それはもうあんたが言うべきだったでしょとかって言われて、ってそういうのいねえからさ、俺はこうやって考えるけども、あなたはお宅はどうですかっていうのがビジネスの世界だから。だからそれに比べればもう家で鳴らされてるから海外の方が楽ですよ。なんてポジティブな。素晴らしいの。日本だけにとどまらず、海外でも企業の経営や人材育成のサポートを行っている未来コンサルティング株式会社代表の久保光雄が掲げる今後の展望とは。今と変わりませんけど、あのやっぱり日本企業をもっと強くしていきたい、はい、日本経済をもっと強くしていきたい、うん、成長しないと衰退だと思っています。そのためには、うん、成長し続けることが大事かなと。安定成長でいいんですけど、安定成長のできる、ね、日本企業をたくさん作っていきたいと、これが僕の夢ですね。でこれに我々はお手伝いしたいと。でこれは日本でもやるし、あの ASEAN に出ても一緒になって日本企業を守っていきたいと思っています。その可能性はもう本当にあるわけですよね。そうですね、企業にはね、はい、最後に久保さんの格言をお願いします。僕がこう思ってるのは、動機善なりや私心なかりしかっていうことなんですよ。動機が純粋かどうかと、動機が不純だったらダメだよと、だいろんな仕事をやるにしても、で私心、自分の個人的な私欲だけでいろんな判断しちゃダメですよと。だからいつも僕が言うのは、気持ちの素性みたいなものを大事にしなきゃいけないなと。そうしないと人はついてこないんじゃないのかなといつも思ってまして、金儲けのためじゃいけないですよ、はい、ところです、ところで皆さんねっていう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。期待しております。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。給料は上がらず、今後の見通しも立っていない。俺はただひたすら毎日満員電車に乗っては窓から空を見つめて言うのだ。ああ、お金さえあればな。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。なぜ彼はコインランドリー投資を選んだのか。この本を書いたのはコインランドリー投資の第一人者、三原淳さん。副業で儲けたい、でも今いる会社は辞めたくない、それならコインランドリー投資が一番と、物語仕立てで分かりやすく三原さんが精魂込めて書き下ろした一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。